こんにちは、松田樹里です。大熊真由美です。私たちが出演していますゴルフ DVD、はい、ビューティーゴルフの中で出ています日産マイクラ C プラス C の紹介をしたいと思います。日産マーチ25周年を記念して輸入されたマイクラ C プラス C、 ヨーロッパでデザインされたもので、日本では1500台の限定品なんです。可愛い車だよね。コンパクトなんだけど、うん、このスタイリッシュガラスリーフですごい中も広々になるし、うん、明るくなるの、うん、開放的、うん、でも今日はせっかくだからオープンにしたいと思います。はい、すごい広々になってね、うん、開放感たっぷり。コンパクトだから取り回しも楽だし、どこにでも一緒に行けちゃいます。いい風入ってくるし、開放的だね。開放的だし、うん、太陽も浴びれて、うん、ファッション性も抜群でおしゃれな女性に似合う車ですよね。C プラス C とはクーペとコンバーチブルのことで、屋根を閉めた時には美しいクーペボディが、開けた時には開放的なコンバーチブルと、2つのスタイルが自由自在に選べます。オープンカー製作の伝統を持つカルマンデザインはとってもスタイリッシュ。お目当ての色の予約状況はウェブページでも確認できます。屋根の開け閉めってとっても大変そうに思っていましたが、この車はスイッチ一つでできちゃうんです。22秒しかかからないので、信号待ちの間に開け閉めもできちゃいます。急に雨が降ってきても大丈夫だよね。コンバーチブルなだけにメンテナンスが楽な本革コンビシートなど内装も充実。ドアロックと連動して鍵がかかるアンダーシートボックスも、小物が多い女性にはとっても便利。ビューティーゴルフ DVD の撮影でも出てきましたが、トランクもコンパクトカーとは思えないほど大きいので、ゴルフバッグも詰めちゃうし、大好きなお買い物の荷物もたくさん入りますよ。私たちもおすすめの日産マイクラ C プラス C、 街でも探してくださいね。初心者女性向けゴルフ入門 DVD ビューティーゴルフは Apex より3月から発売します。